中日の選手一同、明日から立浪か。ファンも一緒や。辛い現実。オールスターゲームが終了したことにより、各球団の選手たちは自分たちのチームへと帰る。この2日間は、すべてを忘れて野球を楽しんでいたが、中日の選手とファンは、また辛い現実に戻されるのだった。もう終わりだよ、この球団。楽しい時間は長く続かないとはこのこと。ここから借金が増える地獄の後半戦に入ります。後半戦開始前から敗戦濃厚な素晴らしい球団。現時点で借金8なんだから、試合しなくても大体お察しやろ。来年のための試合をしろ。借金8、5位でオーナーから褒められるの草。もう本格的に腐ってきたな。大島宇一郎もさようならしてくれ。白井さんが作り上げてきたドラゴンズを壊すな。もう谷繁にやらせればいいんだよ。落合が GM としていないから、自由にできるやろ。勝てば何も言いませんよ。記事を見て思ったことはコメント欄へ、高評価もぜひよろしくお願いします。